皆さん、こんにちは。滝沢勝也でございます。どうも皆さん、こんにちは。今回はまた、初心者はこれ弾けシリーズの続きの動画でございまして、ヒデさんのロケットタイプという曲をですね、今回は練習しております。2本目のこの動画では、ソロの部分を一緒に練習していこうかなと思うんですけれども、ちょっくらね、なんかこの速いところもあったりとかするんで、まあ、頑張って習得をしていただけたら嬉しいなと思います。とりあえず、弾いてみます。この2本目の動画の中で習得するフレーズはこれだ、ババーン、ちょっと聞いてみてくるろ、これだ、ババーン、これを練習するぜ、いくぜ、聞いてくるろ、うん、Let's try! ワン、ツー、スリー、フォー。そんな感じの、あれでございます。やってみましょう。まず、この。このフレーズなんですけれども、人差し指と中指でこの5弦と6弦をこのまとめて弾いていきます。この、そう、音目で言うとすると、その、ソーソー、ファーソー、ファーソーなんですけど、ソーソー、ファーソー、ファーソー。ソソファソファソファソソファソファソソソファソファソファ、こんな感じなんですが、ダウンピッキングだけで行ってもいいですし、アップストロークとね、こうダウンストローク混ぜてもいいですし、ただこのね、アップダウンでそのストロークをする場合はね、そのね、ダウンとアップをその間違えないようにしていただきたいんですよ。そのソソファソファソ。こんな感じで、ソー、ソー、ファー、ソー、ファー、ソー。ソーの時にそのダウンで終わっているように、悪くやると、ソー、ソー、ファー、ソー。これよろしくない。正しい入れとしては、このソー、ソー、ファー、ソーの音に空ピッキング入れてから、アップ、ダウンって言ってほしいんです。で、ウッと、一個お休み入れてから、お休み入れてから、ツッ、ソー、ソー、こんな感じのストロークでやってほしいんです。ダウンだけの場合は別に気にしなくていいんですけれども、ストロークをする場合はこんな感じでやるように気をつけてください。ソーソーファーソーファーソーソーソーファーソーファーソーファーソーソーファーソーファーソーソーソーファーソーファーソー。これでひとまとまりです。で、その次、矢印ベーが登場するんですけれども、矢印ベーの後に0をひたすら連打します。ヤジロベガガガワンツースリーフォー、ヤジロベガガガワンツースリーフォー、こんな感じです。ヤジロベガガガワンツースリーフォー、ヤジロベガガガワンツースリーフォー。またソソファソファソ、同じソソファ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 ソソソファソファソ。ここから大変。こんな感じのパターンが出てきます。やってみましょう。まず中指、3弦は基本的に中指担当です。3弦7フレットが、6フレットが指します。6、3弦6が中指。で、人差し指でこの5フレットに行きます。6、5とですね、1弦の5フレット。6、5。で、中指、人差し指と弾いたらまた中指を弾いてスライドします。で、その次は、5か7、6スライドして7フレット。で、また中指弾いてスライドして9フレット。中指弾いてスライド、人差し指。で、中指スライドして薬指。中指弾いてスライドして。まあ、こんな感じですと、中指弾いてスライドして何かしらって感じで弾いていくんですけど、ちょっともう一度。6、5とまず弾きます。6、5。で、中指弾いて1個ずれます。で、その次は7フレット。薬指ですね。人差し指じゃなくて薬指です。7、6。で、7、中指引いて、引いてスライド7フレット。引いて2個上がって薬指。引いて2個上がって人差し指。引いて1個上がって薬指。引いて1個上がって2個上がって薬指。引いて2個上がって人差し指。で、引いて2個上がって人差し指。引いて1個上がって薬指。
こんな感じで、この1弦の音を薬指で弾くのか、人差し指で弾くのかまばらな感じで登場します。それで最初は人差し指。で、その次薬指が2回。で、その次人差し指が1個。で、その次はまた薬指が2回連続できます。で、その次は人差し指が2回連続できます。で、その次薬指。こんな感じ。7、5、1個上がって薬指、2個上がって薬指、2個上がって人差し指、1個上がって薬指。で、その次2個上がって薬指、2個上がって人差し指、2個上がって人差し指、1個上がって薬指。で、その次に、薬指がチョーキングとなると。こんな感じです。こんな感じの、ちょっとややこしいフレーズになります。ちょっとその辺ビデオを何回も繰り返してみたりとか、ちょっと忘れそうだったら、ね、覚えられなそうだったら、そのメモを数字で、持ってくださいませ。人差し指とか薬指とか、なんかナンフレットをつって感じで、そのストレ数字でメモしていただければという感じでございます。それで、この楽譜でいくとすると、その4ページ目 の3段目のところですね。これがその該当の箇所になります。はい、そんな感じ。こんな感じ。で、その次から本格的にギターソロっぽいとか出てくるんですけども、このフレーズ。見てみましょう。まず人差し指が2弦の7フレットがスタートです。7フレットから7、7、8、10。ファーファーソーラーラーって感じで弾きます。ファーファーソーラーラーシーラー。で、シが人差し指で、この1弦の7フレットですね。ファーファーソーラーラーシーラーと。で、またファからスタートします。ファーソーと。で、ファーソー弾いたらすぐに、ファーソー弾いたらすぐにファにフリングします。ファーソーラ、あ、ファーソファ。ファーソファ、ミッドで、ファーソファ。この味、プリングステン。で、3弦に行って、3弦の9、7、6。9、7、6。まあ、多めで行くと、ミ、レ、ドなんですけど、ミ、レ、ド。ファ、ファ、ソ、ラ、ラ、シ、ラーといったら、ファ、ソ、ファ、ミ、レ、ド。この味です。で、その次、レのところから、レ、ミ、ファ、ファ、ソ、ファ、また来ましたね。ファファソファ。こんな感じ。レミファファソファミレドレミラ。で、また同じように、サソファファソララシラファソラ。またミレド。ここまででしょ。で、レからレミレド。こんな感じでプリングがまた入ります。レミレドで、1に行って。レミレドシドレドシドレドレレダレン。これでフレーズがひとまとまりという感じです。どうでしょうか、どうでしょうか。ちょっともう一回やってみましょうか。このファの音からスタートです。とりあえず、前半。ファーファーソーファーファーシーファー。あ、違う。ファーファーソーラーラーシーラーだ。で、ファーソーファーミレドンドレミ。ファーファーソーファーミレドレミラ。で、またファから。ファーファーソーファーラーシーラー。ファーソーファーミレドン。こんな感じのパターンです。もうちょっと聞いてみましょうか。
けると。こんな感じです。ダウンだけでやってもいいと思いますし、アップを混ぜてもいいと思いますし、とりあえず最初はダウンだけで練習した方がいいかなと思うんですけれども、とりあえずダウンだけで。やってみてください。で、そのテンポアップしていって、まあ、実際そのダウンだけでちょっと間に合わねえぞとなったら、そのアップを交えると良いかなという感じでございます。これがまあそのソロのセクションという感じですね。ちょっと、なんかややこしいという感じですね。特にここ。そして。そんな感じでございます。で、これで一応ソロのところが終わりになって、1本目の動画でその基本的なセクションをやっているので、3本目の動画でその構成を練習して終わりという形になります。ちょっとこれは難しいかもしれませんけれども、ね、頑張って習得をしてみてくださいませ。それで今回はここまででございます。あとは頑張って繰り返し、ビデオを見たりとかして、鍛錬して、習得してくるの、みんなが元気に楽しくギターを弾けるようになることを僕はとても楽しみにしているぜ。頑張って乗り越えてくれよ。頑張って楽しんでくれよ。それが僕からの願いだということでございます。で、まあ、最後にまたお知らせになりますが、またこのピアスコアという、ね、あのサービスを通じて楽譜の方を、ダウンロードできるようにさせていただいておりますので、まあ、よかったら検討していただければという感じでございます。で、1本目の動画でまた忘れてしまいましたけれども、私、滝沢勝さんにツイッターやっております。もしよろしければフォローしてみてくださいませ。動画の最新情報とか、ライブ情報とか、そういったものをよく垂れ流ししております。TAKIJAWA、滝沢という名前でツイッターやっておりますので、よかったらフォローしていただけますと、これ幸いでございます。それでは、もろもろうまく出来上がってきましたならば、3本目の動画でお会いいたしましょうということでございます。それでは、それまで頑張って練習してくださいませ。じゃあね、バハハイ。